新年、明けましておめでとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あれ、私たち饅頭ボディになってる？新年ということでな、私たちの装いも変えてみたぜ。いや、せっかくのナイスボディが、正月早々なくなって、まあ、メタなことを言うと、動画制作ソフトを新調したことで、以前のボディが使えなくなったんだがな。そんな、まあまあ、そのうち慣れるからそんなに悲観するなって。仕方ないわ、みんなに私のボンキュッポン、を見せれないのは悔しいけど、この姿で頑張っていくわ。言うほどボンキュッポン、じゃないんだよな、私たち。ところで、今回は新年の挨拶だけかしら？いや、せっかくいい機会だし、このチャンネルについて紹介しようと思うぜ。そういえばチャンネルそのものの紹介はまだだったわね。登録者数も再生数も増えてきたことだし、新しく来た人たちのために紹介していくぜ。新年一発目、よろしくねマリサ。それでは、今年も一緒に、ゆっくりしていってね。チャンネル、よすがレールネットは主に、私たち二人による鉄道解説と、各地の鉄道の走行集を投稿しているチャンネルだぜ。チャンネル解説は2020年11月20日だぜ。今年は3年目というわけね。もともとは、2015年から2020年11月19日まで、Y 社賞の名義で、鉄道解説や走行動画を公開していたが、チャンネルを整理するにあたって、新たに解説されたぜ。新規一点、新しいスタートを切ったわけね。まあ、めたいことを言うと、メインのチャンネルと切り離していたため、管理が面倒だったから、そちらに合わせて管理しやすくしただけなんだけどな。メタ発言しなくていいから、誰も得しないから。名前のよすがは、メインで使っている名前で、レールネットは、鉄道路専門のレールウェイネットワークから取られてるぜ。そんなよすがレールネットに投稿されている、3種類の動画について紹介していくぜ。まずは、ゆっくり鉄道解説。こちらは昨年2022年から始め、鉄道の雑学や車両について解説してるぜ。この解説動画をきっかけに知った人は多いわね。2023年1月現在、34本の動画を公開しており、最も再生数が高い動画は第1位、存続か廃止か？暴走特急5000。2022年7月28日に公開した動画で、東京から千葉県の房総半島を結ぶ特急列車没について解説してるぜ。総再生数は3万1000回。現在のゆっくり鉄道解説のトップね。第2位、危険すぎる日本の鉄道心霊スポット4000。2022年8月4日に公開した動画で、各地の鉄道関連施設の心霊スポットを紹介したぜ。このチャンネルでは珍しい、ホラーテイストとなってるぜ。みんな怖いもの好きね。第3位、遺産から標準へ、西武2000系とは？こちらは2022年7月15日に公開された動画で、西武鉄道の2000系車両についての解説動画で、ゆっくり解説で初めて、再生数1万を超えた動画だぜ。正直、1万超えた時は感動したわ。ゆっくり解説は、基本的に週に1本ペースで公開しているぜ。今年はさらに内容をブラッシュアップしていきたいわね。次は鉄道ムービー集。こちらは Y 社賞時代から投稿しているもので、各地の鉄道の走行集や発着集を公開してるぜ。2023年1月現在、18本の動画が公開されてるぜ。以前から投稿していた割に少なくない？実はかつて投稿していた動画の一部は削除していたり、まだ制作や編集が終わってない動画があるんだよな。削除した動画はともかく、早く編集終わらせなさい。申し訳ないぜ、ただ撮影のタイミングがなかなか合わなくて、完成にもう少し時間がかかりそうだぜ。なるべく早めにお願いするわ。そんな鉄道ムービー集の最も再生されている動画は、第1位、JR 八高線発着集。八王子駒川間の JR 八高線車両の発着シーン集で、再生数は1490回。ゆっくり解説と比べると少ないわね。鉄道ムービー集の動画は基本3桁だからな、4桁いくのは御の字だぜ。制作は2018年6月20日だぜ。もう4年前じゃない？第2位、房総ローカルの新顔 E131系。2021年3月15日に公開した動画で、千葉県の房総ローカル線に新たに投入された E131系を撮影したものだぜ。再生数は819回。4桁を超えるのは厳しいわね。第3位、特急踊り子全列車発着集 in 東京。東京から伊豆半島を結ぶ特急踊り子の発着シーン集だぜ。2021年2月26日公開で、再生数は672回。鉄道ムービー集は全体的に伸び悩んでるわね。まあ不定期投稿だから、安定して再生数を伸ばすのは難しいが、
より多くの人が見てもらえるよう、頑張っていくぜ。次は、鉄道高速通過集だ。こちらはもともと、鉄道ムービー集の方で公開していたが、2022年11月、新たにリストを制作し、高速通過集としてまとめたぜ。現在は6本の動画が公開されてるぜ。鉄道ムービー集より少ない。あちら以上に撮影タイミングが合わなくてな。制作保留の動画がまだまだあるぜ。ほんと早めに公開してもろて。そんな高速通過集で最も再生されている動画は、第1位、JR 京葉線高速通過集。2018年10月に制作した動画で、東京蘇我間を結ぶ JR 京葉線の通過シーン集だぜ。再生数は3万1千回。おお、なかなかいいじゃない。第2位、京急線高速通過集。こちらも2018年に制作された動画で、品川から浦賀岬口まで結ぶ京急線の通過シーン集だぜ。再生数は7032回。ほんと1万の壁ってなかなか超えられないわね。第3位、東急田園都市線高速通過集。2018年11月に制作した動画で、渋谷から中央林間を結ぶ東急田園都市線の通過シーン集だぜ。再生数は5400回。1位とは半分以上差がついてるわね。こちらも不定期ではあるが、完成次第順次公開していくぜ。あんまり、長く待たせないようにね。以上で、このチャンネルの説明を終えるぜ。動画を作ってみてもらえるのって大変ね。ああ、特に鉄道系は他にも投稿者の方がいらっしゃるから。このチャンネルまで足を運んでもらえるのは本当に少ないと思うぜ。いつも当チャンネルの動画を見てくださってくれる方々、そして登録してくれている皆様、本当にありがとうございます。せっかくだしマリサ、今年の目標を掲げていったら、今年の目標か、そうだな。収益化と単独動画再生数10万超え、かな。せっかく動画を作って投稿する以上、やっぱり収益化はしたいし、このチャンネルのキラーコンテンツとなる動画を作っていきたいと思うぜ。私も一緒に協力するわよ。霊夢、ありがとうな。さて、今回の動画はこの辺で締めるか。それでは皆さん、今年も一年、よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。